引きさせて圧力をかけてくれば椎体幹に圧力がかかってくる、ね、後ろにぶつけてくれば椎間関節幹に圧力がかかってくる、そこに傷があれば痛いっていう、ね、10代の後半に入ってくると椎間板っていうのは水を失うんですよ。どんどん水を失ってくる、程度当然緩んでくるでしょ。椎体幹っていうのが狭くなってきて緩んでくる、緩んでくればこうやってグラグラ動く試合行くっていうのが止められなくなってくる。だった時に硬くこう乾いた餅みたいになってしまった椎間板っていうのにこうねじるようなグライドをかけるような刺激が入ってどうなる、周りが割れてくるじゃないっていうことなんだよね。そのダメージっていうのは繊維を傷つけていってだん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 割れていく、割れ目っていうのが椎間髄核まで達して髄核も内側から圧力によって押し出されていってボコッと出てきたっていうのがヘビなんだ。でそうなってきた時に初期では僕らの体っていうのはなるだけ患部っていうのを守ろうとするんだよね。もそもそも椎間板ってさそんなに知覚がないんでしょ。知覚があったら大変だよね、痛くてしょうがないじゃん、重いものがよいしょって持った瞬間にいやー痛いってなっちゃうわけね。だから知覚はないないって言ったらおかしいけどね、血管の周辺ぐらい入り込んでる、少なく入り込んでる血管の周辺なんかに交感神経が伝わってるし椎間っていうのがそうでないところに傷が入ってるわけだね。これじゃあその傷っていうのは知覚されるか、知覚神経が知覚されないんだよね。でそれじゃ困るわけだ、どんどん壊れる。そしたら体っていうのは知覚神経をこうやって配置していくんだよ。こうやって知覚神経を入れ込んでいくの、ゆーって入れ込んでいって知覚しようとするんだよ。傷ついた組織の中に知覚神経の枝が伸びていくっていうのはどこでもある現象です。皮膚でもあります。だから角質がこう剥がれてしまったところなんかにもそれが起こる。アトピーの人たちなんかすごく過敏な肌を持ってるでしょ。それは何でだって言ったら角質っていうのは体の中の水を漏らさないようにするために油膜なんだよ。でその油膜がないと何が起こるっていうと体の中の水がどん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 蒸発していっちゃう。それはもう命にかかるわけだ、それは困っちゃうんだ。そしたらそういう乾燥したところにそういう人がいたらどうなる、もっと水が抜けていっちゃうでしょ。だからそこの傷の知覚神経っていうのを配置することで、あ、水が抜けていく、ここは刺激があって嫌だ、しっとりしたところに逃げよう、そういう行動を起こすためにセンサーを配置する。これも一緒だよね。傷がいっぱい入った、敏感な椎間板ができました。でそういう状態で背中を丸めてこうやって椅子に座ってたらどうだっていうと椎体幹に圧力がかかる。だから椎間板のダメージを負っている子っていうのは座ってたりしても痛くてしょうがないっていうね。で痛みっていうのは大体その怪我を負った椎間のあたりにドーンと出てくる痛み、ここ間違いない。高山痛じゃなくてその場所が痛いってことですね。怪我したときはまずその場所の痛みっていうのを確認しようって話したでしょ。じゃあこういう状態に陥ってしまったら打つ手がないのね。そんなことはないんだよね。傷がついて視覚神経いっぱい入れてたとしても刺激が入らなければその傷跡っていうのは繊維素が一生懸命埋めてくれるわけでしょ。で傷の修復がついたら収束したらこの知覚神経が使われなかったことで、いらないものは僕らの体は吸収しちゃうんだよね。ってなってくると刺激が入らなければ吸収されて元のよいしょっと、まあ、刺激に対する陸地を取り戻してくれるってことになる。これ話は違うようだけれどもあれだね、アトピー性皮膚炎なんかで、まあ、昔なんかもねラップ療法なんてのが流行った時期ある。誰でしたっけ、コテコテのさ、ジェルっていうか軟膏で軟膏をペッと取り厚みしてその上を包帯でぐるぐる巻きにしたの。それで3日だか4日だかそのままですね。なんでだっつったら角質自体のターンオーバーってせいぜい2日なんだよ、なんか2日。ってことは3日もその状態をキープしなければ新しく角質っていうのができてくるだろうって話よね。だから防御壁があったらそれを剥がしたとしても知覚神経の、まあ、水の脱出がないからね、知覚神経への刺激っていうのは少なくてするでしょう。傷が治るのを待つためにそんなことをしたわけ。そしたら安静にする中で傷跡が出来上がる、反抗が出来上がる、反抗が十分に出来上がった状態であれば刺激さえ出なければ徐々に知覚神経は吸収されるであろうというのが僕の意見です、ね。まあ、でもそういうふうに考えた方が、まあ、なんていうのかな、患者さんの経過を見ててもまあ、合点がいくんじゃない。
ごちゃ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 動かしてることではなかなか痛みが抜けてこないので、むしろしっかり初期安定、安静にしてくれた方が、まあ、その前は落ち着いたと。物理的に安静を取る。だけれども、3日から6日で、患部の炎症なりっていうものが落ち着いた、まあ、言ってみたら反抗化した、ね、ある程度、初期の出血なりなんなりっていうのが落ち着いたっていうことで、そういう状態まで来たときに、じゃあ普通にこの軸骨格である腰椎あたりっていうのをそのまんま、ね、何かしらの手を入れないでそのまんま動き回ったらどうなる。そもそもシェアリングを起こしてたでしょ。ってことは固定がうまくいってないんだよね、腰椎自体。ってことは腰椎の固定っていうのを十分にしてあげた上で動いていかないと、また日常生活の中で繊維を傷つけていってしまうってことになるじゃない。じゃあどうするって言ったら、プラス2週間くらいっていうのはコルセットつけて動き回るっていうのもありかもしれないね。捻挫の時の対応と一緒だよ。最初に傷ついた傷が治るのに1週間、その傷っていうのが傷跡として治るのが1週間だね。だからその傷跡が徐々に修復されていって元の靭帯になるっていうところにプラス2週間っていうのが教科書的な話、ね、そしたらその間っていうのをまあ外からの装具で、賄ってあげるっていう方法も一つだよね。ただそれだけじゃダメですね。自分の腹筋なりっていうのもしっかり使っていかなきゃいけない。腹筋っていうのもこの場合ちょっと厄介だよね。どちらかというとこの腰椎の動的な指示を賄っているような働きっていうもの自体を再建しなくちゃいけなくなってくる。っていうとどうなる。こういう運動でいいのかな。これダメだね。これダメだね。腹直筋や外腹斜筋をメインに使うような運動をしてしまうと、腹斜筋たちの、まあ、外腹斜筋も今入れてしまったからあれだけど、まあ、基本的に僕は内腹斜筋っていうのが非常に大事で重要な役割をしていると思っているから、まあ、そのあたりっていうのは抑制を受けてしまう、ね、腹斜筋っていうのはねじるような動きをする筋肉でもあるけれども、ねじられるのを拒むための筋肉でもあるでしょ。ってことは腰椎の安定性には腹横筋だけではなくて腹斜筋群たちの協調性というものも育むべきだ。じゃあその腰椎の位置関係はどこ、どういう位置関係でって言ったら、椎体幹が適合面として正しいアライメントを保持した位置でってことになるよね。だから正常な腰椎のアライメントを作った位置関係で筋を働かせなきゃいけない、ね、したらどっちに向けてって言ったら胸郭に向けてってことだよね。なるほど。骨をお腹をしっかり働かせるって言った時にこうなってしまったら困るんでね。こういう体の人多いでしょ。背中が丸まって、あれは力線がこっち向いちゃってるから、そうなってくると腹斜筋の働きは弱いってことになるでしょ。そうではなくて腰椎胸郭に向けて骨盤を引き上げて、骨盤の位置関係と胸郭の位置関係を平行に並べられるかってことが大事になる。って考えてみると、その位置関係でお腹を使う、その位置関係で股関節は自由に動かすっていうような運動課題が大事になってくるね。さあ、なんだろう、プランクの状態で足を動かすようなエクササイズが今流行ってるでしょ。それ自体ってことにならない。ね。だから、靭帯や、そうだね、関節包であったりとか、まあ、椎間板もそうだね。そういった静的な心組織が破綻したとき、代わりに使われるのは動的な心組織の筋肉だと話をした。で、その筋肉を、その関節棒を守るためにどう働かせるかって言ったら、シチュエーションが大事だよね。その位置関係でシチュエーション、働き方の神経系統っていうのが守るための働きを炙り出せるのかってことで、ただそのシチュエーションで鍛えるっていうのがまず第一じゃない。例えばお腹がこうやって伸びちゃってる、こうやって伸びちゃってる、こういうでしょ、下っ腹が出てるとか、これむしろでお腹の力が入らないから股関節とか内側に締め込んでるわけだ。そう、だってローアクロスの。これ一緒だよ。ロアクロシンドロームのこの末バックも一緒だから、ね、背景はやるべきところが一緒ってなった時に、お腹の筋肉が働いてないんだ。そしたら伸びきっちゃった筋肉を働かせるにはどうしたらいいんだろう。それがしっかり働いた、要はアキシンとミオシンがガチンと噛み込んだ位置関係で筋を発火させるっていうような、こう何ていうのかな、切り口っていうのが大事だよね。そうすることでアクトミオシンっていうのもしっかりが適合するし、それだけではなく、その筋膜の長さで筋膜水が適応してくれたら何が起こる。肩なんかでやったでしょ、伸び
てしまった外旋筋、内旋筋群たちをしっかり働かせるには、外旋筋と協調させるためには、弛緩させた、要は収縮した位置関係でさらに力を発揮させれば、筋膜水が感度を上げて、広がされた位置ではなくて、ちゃんと縮んだ位置での筋肉の長さ、筋膜の長さを維持してくれるでしょうって話で、それはお腹でも一緒なんで、どこでも一緒ね。だからプランクっていうのが一つ、プランクができなかったらその前にプレビクトリーとかが入ったりする、プレビクトリーとかそもそもできなかったらその前にキャットアンドドッグっていうのが入ってきますね。まあ、その辺は今まで話してきたと、いいかな。ってことで、ただただ待つんではなくて、最初の3週間ぐらいまでは相互の使用なんかも考えてはいいけれども、最初初期の炎症が落ち着いたなっていう段階を来たら得たら、やっぱりさっき言ったようにね、動的な指示をこう育んでいく、運動学習をさせていく、運動療法自体というのを取り組んでいく必要が出てくる、ね、ヘルニアまで出てしまって、ね、ヘルニアにまで、発展してしまって、よいしょ、よいしょ、出てしまいました。よいしょ、出ちゃった、ね。で、ここに神経の繊維があったとしますよ。ね、まあ、こういうところなんですか。これだ。こう来て、シューッて出てくるわけじゃん。じゃあ、ここの部分でヘルニアが圧迫したら痛みが出るんでしょう。これは最近は出ないって言われてるね、うん、そうじゃなくて圧迫じゃないんだ。髄核自体っていうのはもうゼリーみたいなもんだから、それが神経を圧迫してるわけじゃない、はい、炎症を起こすんだよね。あるべきところにないはずのタンパクが露出したとき炎症を起こすってなったときに、炎症が関節自体にとどまっていれば関節部の痛みが、その炎症が神経繊維に及んだときに神経痛を起こすって考えた方がいい。